こんにちは。中学受験親子チャンネル葛藤ママです。これは中学受験を経験したことがない私たち葛藤ママとパパによる中学受験の経験を通した息子むっくんの成長の記録、そして親子の葛藤の記録です。塾では2月から新4年生クラスが始まります。今回はむっくん3年生最後の全国模試と私の葛藤の様子をご覧ください。3年生最後の全国模試、また塾のテキストの総復習を始めました。4回目ともなると余裕が出てきた私、自分で作るママテストはかなり減りました。あらかじめコピーを取っておくか、書き込んでしまったテキストの写真を撮って iPad 上で答えを塗りつぶして解いたり、できたらむっくんがペイントで花丸をつけます。それだけでなんか嬉しそう。塾からもらってきた模試の範囲表には算数で日数と曜日という項目が。これまで塾で取り組んできたテキストすべて読み返しましたが、この項目は見当たりません。学習した覚えもなく、私は塾の先生への連絡帳に曜日と日数という項目は未習だと思うのですが、もし自宅学習できるような教材があればいただけないかという趣旨のことを書きました。後日先生からお電話が。先生によるとテキストにはなく未習の問題ですが、初見でできる問題です。習ったことがない問題でも何とかして自分で考えて解くという思考力も大事なので、予習なしで本人に当日考えさせる方が良いのではと。先生のおっしゃることもよくわかりました。本当に自分で考えることこそ大事ですよね。わかるのですが、前々回の模試で未習の周期算が出た時に答えられず落ち込んでしまったむっくん、私はとても心配です。そしてテスト前にはきちんと勉強してから臨むものだろうという頭もあり、これも先生にお電話でお伝えしてみました。すると先生から返ってきたお言葉は、心にぐさっと突き刺さりました。 HSP 気質の完璧主義者こと私のことを見透かされたような、子供を通して私自身の内面をえぐられるような。先生曰く、できなかったことを自分で受け止めて次どうするか考えさせるのも大事。完璧に準備してあげるのではなく、できなくて落ち込んだ時に支えることも大事とのこと。お言葉胸に刺さりました。そうですよね、と言って電話を切った私。数日落ち込み、同じ塾に通う先輩ママともにこのことを話すと、ママ友は大笑いして、そんな深刻な話じゃないってと。ママ友のおかげで精神を持ち直した私、結局曜日と日数のところもネット検索で出てきた基礎問題をむっくんと勉強しました。若干国語の復習足りなかったかなと一抹の不安を感じながらも、模試当日、むっくんは朝から曜日と日数の問題のポイントを自分なりに振り返って、2日から5日までは何日間ですかって聞かれたら 5-2 をして足す1、何日後ですかって聞かれたら 5-2 だけ、足す1はいらない。何曜日ですかを聞かれたらまず何日後かを出す、何日間じゃないと自分に言い聞かせ、テスト直前にも確認できるようにそれを小さなメモに書いていました。これだけ自分で言えていれば大丈夫だろうと安心して送り出しました。むっくん、曜日の問題間違えちゃった。何日後じゃなくて何日間で計算しちゃった。でも暗い表情ではありませんでした。頑張ったし、どこを間違えたか分かっているからよし。また国語は同義語を一つ間違えていました。
宿の同義語で旅館を答える問題。後日成績表が手元に。1年間よく頑張りました。実際のところは、私たち葛藤ママパパとも中学受験経験者ではないので、何が正解か分からずに中学受験の荒波に自ら巻き込まれて日々葛藤を続けています。それでは今週のむっくんの漢字練習ノートです。水筒の蓋についた茶渋を取り除きました。